皆さんこんにちは。それでは令和3年度の行政書士試験合格者インタビューを始めていきたいと思います。今回はですね、平山亮太さんお越しいただいたんですけれども、なんと、高校在学中に合格を果たされた平山さんです。今日はお願いします。お願いします。さて平山さん、高校在学中ってことなんで、どうでしょう、高校だから始めたのが2年の時ってことですか？そうですね、そういう感じですか。高校2年生の時に始めた。高校2年生の時に始めようってどういうきっかけでなるんですか？いや、なんかもともとこう法律を勉強してみたいなっていう気持ちが大きかったのが、なるほどなるほど。じゃあそうか、高校2年生の時っていうのはちょうどあれもあったんですか、ちょっとコロナみたいなのが。そうですね。で、そういうのもあって家で結構勉強しやすかった感じは。しやすかったですね。なるほど、そういうことなんですね。で、始められたのがじゃあ高校2年生の12月ですよね。12月ですね。はいはいはい。じゃあテキストが届いて、でよしやるぞと。あ、なるほど。じゃあその勉強のやり方っていうのはどうだったんですか、そのご自身の進め方というか。やり方は、まあ、やっぱり それこそまあ高校と被ってるってことがあって、まあ、テストとか課題提出とかがあったんで、まあ、とにかく時間配分っていうのを、それ、まあ、忙しくないなって時にがっつり試験勉強詰め込んでやったって感じですかね。なるほどなるほど。その例えば期末テストとか。あ、そういう感じですよね。レポートとかあるからその間を縫ってってことですよね。で先ほど伺ったら、まあ、一通りインプットとアウトプットをやれたのが、5月6月ぐらいに終わったよってことだったんですけど、どうですか、その時の進捗の中で自分の中で習熟度というかパーセンテージでいうとどのぐらいでした、その最初の5月6月っていうのは。ちょっとあれですけど、まあこのまま試験受けたらまあ受からんだろうなっていう感じでしたね。ああ、なるほど。もう まさに初めてやるんですもんね。そうですね、高校2年生ですもんね。でやってみて楽しくはありました？あ、楽しかったです。あ、楽しかったです。非常に楽しかったです。ああ、はい、なるほどなるほど。うん、でじゃあその後じゃあ本試験に向けて今度はもう試験対策になっていくじゃないですか。そこで切り替えたことってあります？今そこまでとそれからで。切り替えたことは特にないです。それとも同じようにこう繰り返して、同じ、はい、同じようにずっと、はい、やってました。なるほど、そうなんですね。どのあたりでこう知識は結構定着してきたなっていう感覚ありました、時期的に言うと。定着はそうですね、7月くらいから築城、ローラーインプットやって、そこら辺から、まあ、だんだん分かってきたかなっていう感じですね。ああ、夏ぐらいに知識がついてきたと。そうですね、いうことなんですね。なるほど。で先ほど伺ったら模擬試験も市販のものを買ってきてやられたってことなんですが、本試験の1ヶ月2ヶ月前ってことですよね。そうですね。そうすると、9月と10月ですか。10月に1回ずつ、はい、そこで要するにそこで一体自分はどのぐらい点が取れるのかって確かめるマイルストーンみたいな、ね、そういう感じですね、はい、進捗を測るっていう、どうでした、まず9月の方は。9月は確かに180は届かなくてみたいな、170ちょいぐらいでしたね。ああ、でももう9月の時点でそこまではいったなっていうのはありました。いったなっていうのはありました、ね、うん、なるほど。その時点で苦手な科目とかありました？苦手な科目は記述がとにかくずっとその本試験まで苦手でしたね、ずっと。どういう対策取りました？いや、対策、まあ、とりあえずその講義内で出てきた、まあ、ここ重要ですよみたいなところだけをとりあえずまあ重点的に復習をしてっていうのと、まあ市販で一冊記述の問題を買って、でそれ回してって感じですね。うん、なるほどなるほど。で、9月に自分での模擬試験やって10月もやりましたよね。10月もやりました。10月はどうでした？10月は180ちょっと越したか、まあ、記述で越してないかなみたいな感じです。なるほどなるほど。じゃあでもどっちにしてもこう自分の中では点数は伸びてきてるなと。伸びてきてるな、明らかに来てるなと、はい、そうするとそのイメージだとやっぱり9月10月11月なんでこう伸びっぱなしでいったイメージですか、自分の中で。いや、そんなことなかったですね。ちょっとや、いや先ほども言ったんですけど、やっぱ記述が安定しなくて、はいはいはい、やっぱりこうガタガタするなっていう感じでしたね、ずっと。やっぱもう少し卓一の精度も上げていかないとっていうところがあったんですかね。ありましたね、ちょっと、高校生でやられてるってことに関して言うと、例えば一般知識とかっていうのは学校で習ったりはするんですか、その内容的な。まあ、おおむねの内容でもいいんですか。そうですね、やりましたね。やっぱ整形の授業とかあったんで。ああ、なるほどなるほど。そこでまあカバーしてかなみたいな感じありますね。そこが結構自分の中では有利性があったかな。ああ、ありましたありました、うん、なるほどなるほど。本試験会場は受けられた時にはどうでした？周り結構年配の人とか多かったですね。多かった。高校生なんで、まあ多分いない。いや、いなかったですね。うん、どうでした、なんかこう雰囲気的には。いや、雰囲気的にはまあ別にそんな緊張することもなくて、ね、なるほどなるほど。本試験終わってからはじゃあ結構もう今日は今回できたなっていうイメージでした？ああ、まあそうですね、うん、じゃあやっぱり9月10月ときて最後の本試験が一番できたかなっていう。
はい、うん、やっぱ伸びていったということですね。でさっきあの模擬試験買われていて、直前期は模擬試験を毎日でしたっけ、毎日カウントダウンで解いてたってことだったんですけど、それはもう直前1週間みたいなイメージですか。あ、直前1週間ですね。あ、それはもうその日は それだけやるイメージですか。そうですね、それと、うん、まあ軽く復習とみたいな。なるほどなるほどなるほど。それはどうでした、その直前1週間のその成績的な部分。いや、これもまあ安定的に180は超えてて、うん、たまに200乗るかなみたいな感じでした、ね。おーおーおー、うん、じゃあもう合格ラインは乗ってきたなっていうのは実感があったわけです、ね。ありました、ありました、うん、なるほど。いやー、これはね本当ね、いろんな貴重なお話伺ってきてるんですけれども、じゃあその高校生ならではのさっきあのレポートがあったりとか期末試験があったりってあるんですけど、あとやっぱりこう友達と遊んだりとかもあるじゃないですか。あ、そういうのでこうどうですか、あのやりにくかった、あるいはここはやりやすかったってあります、ならでは。やりにくかった、いや、まあ、ないですね。みんなに言ってたんですか、こういうの受けるんだって。あ、言ってなかったです、言ってなかったです。じゃあこれでバレるんですね。そうですね、この YouTube で。なるほどなるほど。周りでそういうのやってる人っているんですか。いや、いないんじゃないですかね。そうですよね。いや、聞かないですよね、あんまり、うん、いや高校2年で申し込んで受験するってもすごいですもんね。少ないと思いますよね、うん、いや、僕も合格者インタビューもうかれこれもう上がると来てからだけで100、200人ぐらいやってますけど初ですね。うん、本当に、うん、いやでもね今回ね貴重なお話伺ったんですけど、そうですね、どうでしょう、大体いつもはね全国の受験生にメッセージって最後締めるんですけど、もし見てたらいらっしゃったら高校生でこの試験チャレンジしてるよっていう方いらっしゃるかもしれないんで、いや、そうですね、ちょっと狭い範囲ですけど、そちらの方ないしはじゃあ埼玉県とかで頑張ってる皆さんでも構いませんので、メッセージアドバイスあればぜひお願いします。アドバイス、そうですね、まあ180点取れれば、うん、周りがどんだけ点取ろうと変わらず合格するんで、うん、自分だけ見て頑張ってください。もう自分がね点を突破すればいいってことですね。そうですね、はい、うん、なるほど。いやーね、びっくりしましたね、今回はなんと高校在学中に一発合格を果たされました平山亮太さんにお越しいただきました。おめでとうございました。ありがとうございました。